皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャッツ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、前回から八千代リハビリテーション学院の古井雅也先生にお越しいただいてるんですけども、専門学校さんでの ICT 活用、とても面白い話ですね。そうですね、大変な参考になりました。で、理学療法士を目指す学生さんがいて、理学療法士の先生が教えるっていうと、なんか大学とはね、違ったそのつながりみたいなものがあって非常に新鮮でした。確かにそうですよね。また後編では Google ワークスペースを活用した取り組みについてご紹介いただけるそうですよ。古井先生は Google 認定トレーナーということなので、その授業以外のところでもどのようにご活用されているのかすごく楽しみですね。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして八千代リハビリテーション学院の古井雅也先生。プレゼンタイトルは教育と効率化の両立、 ICT で実現する学びと業務の進化です。古井先生よろしくお願いします。どうぞ。皆さんこんにちは。八千代リハビリテーション学院の古井と申します。今回は ICT で実現する学びと業務の進化後編ということで、 Google ワークスペースを活用した取り組みについて紹介させていただきます。保有している資格については理学療法士、 Google 認定トレーナーなどの Google 関連の資格を取得しております。前編で紹介しましたが、当校の ICT は業務と教育、この大きな2つの枠組みで実践しております。後編では業務の内容について紹介をさせていただきます。業務の中では議事録などの共有したいファイルをクラウド化することを最初に実施いたしました。今までは紙で資料を印刷し全員に配布し、初期が議事録を取り、その後 Excel や Word に議事録の内容を追加していくような流れがありました。それを Google ドライブを活用し、ファイルを共有しながらみんなが一つのファイルを閲覧し、かつ初期がその場で入力している内容を確認してもらうことで業務の効率化が図れました。先ほども申しましたが、 Google 認定トレーナーの資格も取得しているため、適時校内の研修も実施している内容です。その時の資料がこちらになります。Google ドライブの使い方の中で、初心者の方では分かりにくい共有権限、アクセス権限の設定、どこのファイルで共有をすれば誰まで見れて誰が見れない、そういった内容が理解しづらいっていう現状もありましたので、校内での研修を実施しております。こういった内容について日々アンケートを取り、理解ができていない、何か知りたい内容について適時答えていく、これも Google 認定トレーナーの仕事の一つだと思っておりますので、適時校内研修を実施しております。続いて Google ワークスペースを活用し、求人票のウェブ化を実施しております。日々学校に届く求人票は皆さんの学校ではどのように管理してますでしょうか。当校では今まではファックスやメールで求人票が届くと指定のファイルにしまいます。そしてそのファイルがあるところに学生が求人票を見に来る、そういった形で求人票を管理していました。前編でも紹介しましたが、コロナウイルスの蔓延や急な災害時に学校に登校できない、そういった状況でも自宅でも求人票が閲覧できる、そういった環境を整えたいと思い、今回ウェブ化を考えております。ウェブ化することで日々学校に届く求人票を自宅でも閲覧することができ、自宅で閲覧ができるということは保護者の方と一緒に就職先を検討することもできますので、学生の就職活動が早まった、こういったことが感覚として見受けられています。そして求人票をウェブ化した内容については Google スプレッドシート、それと Looker Studio というアプリを利用して求人票を学生へ見せております。
こちらに記載の通り、UI はこういう形になっておりますが、赤く枠で囲っている部分については、実際の病院名や求人数が載っておりますので、今回は伏せさせていただいておりますが、県名で絞ることができたり、就職先が決まっている学生に関しては、病院名を入力することによって、求人票が届いているかどうかというのも確認することができます。また、自宅から通いたいという学生に関しても多く見受けられるため、Google マップのマイマップの機能を使って位置情報を簡単に見やすく工夫をしております。こういった Google マップを利用することによって、就職したい病院から自宅まで、もしくは自宅から病院までどのぐらいの通勤時間がかかるのかというのも確認することができますので、そういったちょっとした工夫も取り入れている現状です。続いて小テストの点数をグラフ化していきました。毎回小テストを実施して、その結果を採点して点数を Excel に入力してグラフ化する、こういった現状がありましたが、当校では小テストを Google フォームでの小テストの機能を利用し、Google スプレッドシートに集約し、その後、先ほど求人票の方でもありましたが、ルッカースタジオでグラフを表示。こういった形で表示することによって、日々、入力していた内容が、生徒が解いたらその場で反映される、そういったふうに仕様を変更してみました。実際の UI がこちらになります。小テストの結果、自分の点数と平均点、そして右側には、棒グラフでの点数と平均点、これが載っております。またクラス順位や学年順位なども知りたいという学生の要望もありましたので、そういったものも自動で表示されるようにしております。こういった視覚化をすることによって、生徒自身は自分が何が苦手で何を勉強していかなくちゃいけないのか、そういったことを自分自身で把握できる一つのツールとして重要な役割を果たしているかと思います。またこのページに関しては PDF でダウンロードすることも可能ですので、人によってはメールで送信をしたり、紙で印刷をして生徒に配布したり、どちらの用途でも利用可能になっております。まとめです。八千代リハビリテーション学院では、前編後編で紹介したように iPad を活用した授業を実施しています。iPad では様々なアプリケーションが利用可能であり、より自由度の高い教育が提供できるのではないかと考えております。また、業務の方では Google ワークスペースを活用し、毎回実施していた作業を簡略化することができました。八千代リハビリテーション学院では、このように ICT に向けた取り組みを日々勉強して実施しております。当校に興味がありましたら、こちらにありますようにインスタグラム、TikTok で学校の様子を配信しておりますので、ぜひご覧ください。ご清聴ありがとうございました。iPad をさらに創造的に、新生 Adobe Express iPad 版をご紹介します。市川工業高校の片岡です。さて、Adobe Express ですけども、元は Adobe Spark というアプリでございまして、これがですね、ブラウザでデジタル編集できる Adobe Express と名前を変えました。ただですね、 iPad アプリが機能したいという欠点がございました。これがですね、なかなか iPad に対応しない、それから生成が使えないということですね。今 Canva という似たようなサービスがございまして、比較的学校でもですね、この Canva の方に移行してしまったところも多いかと思います。ところがですね、今年の8月、突如ですね、新生 Adobe Express iPad 版がですね、出まして、いろんな機能が加わりました。今回これをご紹介したいと思います。次にですね、iPad 版の Adobe Express にですね、生成 AI が搭載されました。待ち望んだ機能でございましたので、これをいろいろ使っております。そもそもですね、この Adobe Express って何かと言いますと、ブラウザーやですね、専用アプリで簡単にデジタル編集ができるサービスでございます。タッチ操作にですね、考慮されておりますので、 iPad で本来は非常にやりやすいんですけども、なかなかアプリ版が出ず、なかなか使いづらいなと実は本校でも思っておりました。
ところがですね、いろんなものがどん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 改良されていきまして、まずですね、一番良かったなと思うのが、日本でも使えるテンプレが増えました。今までですちょっと海外チックなテンプレが多かったんですけども、これはあのノートというですね、文章系の SNS なんですけども、このですね、トップ画像、こんなのもですね、簡単に生成できる、生成というかテンプレートでですね、作れるようになりました。またですね、今まで大変だなと思っていたこの画像生成、生徒の方にも使わせたんですけども、ちょっと人間がですね、うまく生成できなかったり、それから物もなかなかうまく生成できなかったり、自然なもの、海だとかですね、山は非常に自然に生成できるんですけども、やっぱり人物が苦手、アニメ的なものが苦手、ということがあったんですけども、こんな風に簡単にですね、いい感じに生成できるようになりました。またアドビはですね、アドビフォントを持ってますので、書体も豊富でございますし、またですね、最近はこの日本的な部員勧誘ポスターなんかもありますし、それから総務部や広報部がですね、特に私立ですとお金もかけられるんでしょうけども、公立だとデザイナーをなかなか雇えないんですが、こんなふうにですね、結構いい感じのポスターなんかのテンプレもあります。特にですね、翻訳機能もありますので、ポスターを簡単にちょっとだけ英語にしたりということも可能です。またですね、Adobe Express、Google Workspace なんかと連動しますので、共有設定なんかも簡単です。中学高校ですと、画像生成 AI のですね、授業あると思いますけども、Adobe AI はですね、出所がはっきりしておりますので、AI のですね、権利面の指導もしやすいと思います。デバイスも選ばないで簡単ですので、本校も校長がですね、画像生成 AI を活用しております。なかなかですね、自治体、学校、特に公立は予算厳しいと思うんですけれども、この無償の教育版 Adobe Express で iPad も創造的な活用をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで2週にわたりまして、八千代リハビリテーション学院の福井雅也先生のお話、お聞きしたともいかがですか。はい、授業では ICT とか使うんだけれども、まあ、その公務とか業務全般ではアナログなんていう話をあちこちでも聞くので、いやでもこういった使い方ってすごくいいなというふうに思いました。そうですよね。また今日いくつか活用法をお話しいただいたんですけども、 Google ドライブなんかすぐ使えるかと思いますし、また求人票のウェブ化っていう話の中で、これ教室、学校の中だけじゃなくて家庭での利用も考えてって、これ大事ですよね。そうですね、まあ、外とのやり取りでこうどうしても紙の部分とかあると思うんですけど、それをデジタル化していつでも見れるようにするのって、全般的な教育業界の課題でもあるので、その解決方法としてやっぱ学ばなきゃなと思いました。そうですね、ぜひまあこのあたりの活用を真似していって、まだ業務で使えてないよって学校さん、ぜひ使っていってほしいですよね。そうですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.